岩田市に本社を置くヤマハ発動機は電動アシスト自転車用のバッテリー30万個余りに発火する恐れがあるため無償で交換すると発表しました発火の恐れがあるのは2016年8月から2018年12月までに製造された電動アシスト自転車用のバッテリー30万5660個です バッテリー内部の劣化が原因で、充電中や駐輪時の発火が24件、煙が出たのが2件報告されていて、4人が火傷などの怪我をしたということです。ヤマハ発動機は対象製品に該当した場合は、充電をせずに使用をやめ、交換手続きをするよう呼びかけています。